タンカン湾の一タンカン湾は、エトロフ島中部に位置する湾である。太平洋に面し、南東側に開けている。湾口の幅は約10キロメートル。冬季でも流氷が接岸しない天然の良港として知られる。アイヌ語で、山ぶどうの川を意味するハットカップに由来する。ロシア名は、カサトカ湾。 北緯44度57分0秒統計147度41分0秒北44.9500 0度統計147.68333度44.9500147.683331941 0年11月23日大日本帝国海軍第一航空艦隊が集結し同26日に 新珠湾攻撃のため艦隊が範囲へ向け執行した場所として知られている。1970年3月17日、日本の底引き網漁船が湾内で遭難。同年4月に、ソ連側から18位体が返還されている。リバース1939年9月から1941年12月、大大大市行、本間博明、知床。 国方四島カラーン流氷が育む自然遺産岩波書店2008年89ページ ISBN 978から4から00から431135から518遺体カエルエトロフ沖遭難朝日新聞昭和45年4月13日長官12班15面ありがとうございます